リバイアさんは1992年に出版されたポール・オースターの長編小説である。その題名はトマス・ホップツの同名著書にちなんでいる。この作品によってオースターは1993年にフランス・メディシス賞の外国小説部門賞を受賞した。ウィスコンシン州の北部で一人の男が突然、道端で爆死する。自由の怪人という名のテロリストが 全米各地の自由の女神像のレプリカを破壊し続けていた。語り手エアロンは一方を聞いて直ちにそのテロリストが友人ベンジャミン・サックスであると確信する。FBI の刑事からの質問をさりげなく交わし、エアロンはサックスとの出会いや交流を思い出し始めた。二人が初めて知り合ったのは1975年に予定されていた朗読会が大雪によって中止となり、 近くの酒場で話し込んだ時だった。サックスは兵役を拒否し、17ヶ月間も刑務所に入れられていたという。それから彼らは家族ぐるみの付き合いを始め、エアロンはサックスの唯一の小説、新、殺サスを読ませてもらった。これはアメリカ合衆国の歴史上の人物が登場する作品で、後に映画化の計画も持ち上がった。ところが、こうした友好関係に、 ほころびが生じ始めた。エアロンがサックスの妻ファニーと肉体関係を持ってしまったからだ。1980年代になるとサックスは世間から相手にされなくなっていった。1986年7月4日、パーティー会場でサックスは非常階段の4階から地上階に落下、大怪我を負った。ファニーの別荘にいた時に森を散歩していたサックスは道に迷ってしまい、 ヒッチハイクを求めて手を挙げた。これによって、ドワイト・マク・マーティンという若者と知り合い、自宅まで送ってもらおうとサックスは、ドワイトの車に乗った。近道を通ろうとすると一人の男が、トラックに寄りかかって、タバコを吸っていた。二人が男に声をかけるとその男は、極めて不機嫌で、ドワイトに銃を向けて三発発射、彼を殺害した。サックスは、 野球のバットで男を殴り殺し、警察に通報せず男のトラックでその場を離れた。食事を終えて、車内を詮索すると、リード・ディマジオというナノパスポートと爆弾の材料、大金が見つかった。事件の成り行きを妻のファニーに聞いてもらおうと部屋に行くと、彼女はチャールズ・スペクターという男と関係を持っている。最中で、サックスはさらに打ちのめされてしまう。ディマジオの妻リリアンと、 年頃になって彼が書いたアレグザンター・バークマンに関する論文を読み、その思想心情に侵写したサックスはディマジオの思想を受け継ぐ形で自らの計画を実行する決意を固めた。ディマジオはトローツキー主義の影響を強く受けた環境保護活動家だったのだ。そして1988年1月16日、 オハイオ州ターンブルで自由の女神像が爆破される事件が発生。その後も全米中で同様の事件が連発し、自由の怪人はメディアでも取り上げられ、一部の人々の間で人気者となった。エアロンは真相を知るためにリリアンに電話して直接会うことを承諾してもらったが、彼女はシカゴに引っ越したらしく、結局会えなかった。そして、 FBI の刑事ハリスがエアロンの家を訪ねてきた。自由の怪人がベンジャミン・サックスであると突き止めていたハリスにエアロンは知っていることのすべてを伝えるために自らが書いたリヴバイアさんの原稿を手渡すのだった。ありがとうございます。